皆さんこんにちは、ペソでございます。スーパー野球道23試合目、2年目の23試合目ですね、続きやっていきます。通算57回目になりますね、現在こんな感じですね。20勝2敗、まあ全敗したとしても勝率6割6分なので、そうですね、まあ全7ゲームですから、まあ優勝はクブクリンですよね。まあ一応広島可能性はあるんですけどね。さあ2軍の選手ね、見ていきたいと思ってるんですけど、南村さんが上がんないね。八木さん副長、久慈さんも副長、平尾さんがダメね、真由美さんもちょっとお疲れ気味、クルボ、グレンがね調子いいのが嬉しいですね。グレンちょっと休ませてあげたいね。さあ3戦目なので、山崎さんね、中西さん、星野さんが上がってきたな。誰か落とそうか。難しいね、レギュラー落とせないしね。ただこの人打たないんですよね、あんまり。まだ米崎さんの方が打ってるイメージはありますね。まあいっか、これでいきましょう。はい、トレーニング、今日は誰、山本さん、はい、打撃ですね。誰がいいのかな。上がんない。はい、ではでは、亀新コンビ、まあ体力あるんで、和田さんもそのまま使えそうですね。ショートどうしようかな、久慈さんでいこうか今日は。石峰さん3番、グレン、クールボー、あーそっか、八木さんでいこうか。キャッチャー高橋で、グレンさんね、また2打席ぐらい見てあれしましょうか。ちょっと新庄さんお休みにして、北川さん行こうか。な、亀ちゃん、あー和田さん2番にせなあかんのね、そうなると。まあ仕方ないか。これでいきましょうか。はい、フライボール。中日5回戦ですね。先発は山崎さん、ちょっと最近ピリッとしないね。まあ一応調子はチラッと見たら A であったんでね、今日はちょっと期待、まだこんなことを言うとね、こういうことになるんですよね。はい、ビシッと抑えて、まあデッドボールは出しましたけどね。はい、こちら亀ちゃんから。おー、さすがですね、復調してきただけあって。
小和田さんお任せで、はい、アウト。で恐怖の3番石峰さん、石峰さん今年好調ですね。おおすごい。2桁いきそうですね。もう早くも2点取りました。さあ不動の4番、ああグレンが、なんやかんや言うてクールボーさんも4本ホームラン打ってますもんね。まあこの2人は、まあ、グレンさんは選球眼いいけどね、クールボーさん選ぶタイプじゃないから、これでもうピリッとね、ピシッとしてくれればもう言うことなしですね。ああまた2アウトになったらいつもデッドボールするね、この人。まあまずまずですね。さあここでね復調してほしい北川さんなんですけどね。で絶好調高橋さん、ああ見逃した。で意外と伸びない八木さん、振らされたね。あーそっか、中日はレジェンドマサさんが先発か。まあまさかねこれ発売されてた時にね、あの山本マサさん50ぐらいまでやるとはみんな思ってなかったでしょうけどね。まあもちろん私も思ってなかったですけどね。まあ、タフなピッチャーやなーっていうね印象は確かにありましたけど、と言ってる間にチェンジになりましたね。もう山崎さんは、うん、あーもう頑張ってるなー。うん、これはダメね。もうちょっと大量得点入ればね和田さんも下げやすくなるんですけどね。ああすごいね。手前の打席ホームランの石峰さん、ああ今回は3球ともビシッと決められましたね。山崎さんまだ26球しか投げてない。すごいな。うまいね。うん、ツーアウト。これは久々にいつものパターンでねリリーフ準備できそうな感じしますね。はい、ということでグレンさんからですね。グレンさんもこの打席見て、今日は2打席連続見逃し三振、ああクルボさん出ましたね代わりに。おいあらここで流れぶった切ってしまう感じですね。さあブルペン作るのと、カクリさん、フルミソさんちょっと減ってるね。うん、こういこうかね。カクリさん、田村さん、久保さん、フルミソさんね。で守備交代、どうしよう。ファーストね、ちょっと高波さんでも入れようか。
い。ガイ。ガイ。ガイ。まあ最初ね新庄さん入れて守備変更しようかなと思ったんですけどね。ガイ。バッターアウト。ああすごい。ゴー。ガイ。これは抑えてほしいよねそのまま。ガイ。はい。バッターアウト。三者三振でしたね。でブルペンまだ出来上がってないんじゃないのね。高橋さんの打席ぐらいを見ときましょうか。ファウル。ガイ。ボウ。ボウ。ガイ。うん振らされた。よいしょ。タイム。まあまだピッチャー変える必要は一応ないかなとは思っとるんですけどね。次の回からでしょうね。ああ打つんだ。おー同じようなセンター前ヒットですね。和田さんチャンスに強い印象あるんで、あ知ってないかね、満塁。おーすごい。うん。鮎川さんも言っちゃったね。はい、3点追加ですね。私、高波さん、ごめんなさい、守備変更忘れてました。高波さん、外野手をこっち入れちゃいましたね。うん、まあ、いいか。で、守備交代ね。もう、サードは、鮎川さん、行こうか。そうですね、鮎川さん行って、で、レフトどうしようかな、石峰さん。まずセカンドですね、セカンド、久慈さんで、ショートと、あ、しまった。でセカンドにもう平尾さん入れとこか。あ木戸さんにしちゃった。間違えた。はいこれでいきましょう。木戸さんごめんなさい、代打使いたかったんですけどね。ちょっと山崎さん様子見ましょう。疲れてるまでね、変える必要が全く今のところないですからね。せめて 4点台前半ぐらいまではね防御率回復してほしいですよね。これで 4.94。 まああと投げるのは今で23試合目ですから、あと1回ね先発ありますからね。おおやっと打った。ああマサさんやっと変えられましたね。ああこれはおおフェンス直撃。おおなるほどね。よしどうしようかな。まあいいか。よし走らせよう。走らせてか考えましょう。
もう1回ぐらい投げさせたいね。うん、しょうがないね。うん、これで2アウトで久慈さんか。うん、ダメだね。おー、行かれた。あー、バックスクリーンへの146メートル弾。あ、買えないですよ。あ、この回ぐらいまでね、伝えてもらいましょう。せっかく4点台にね、防御率戻ってきたのに。全然いけそうな気するんですけどね、今日のデッキ見てたら。はい、石峰さん、そうですね、この打席で最後にしましょうか、今日は。うん、ダメか。おお、鮎川さんが。北川さんがね、全然当たってないですよね。それでもまだ3割6分か、すごいな。あー、やるな。高橋さんは絶好調やからね。ピッチャー回ったら変えちゃおっかと思ってたけど、回らなかったですね。ちょっと待って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 、はい、守備守備。レフトなんでね、どうしようかな。吉田さん入れときましょうか。うん、ここでヒット打たれましたね。代打か。ごめんなさいね、山崎さん。おお、あー、ポテンか。打ち取ったあたりなんですけどね。うん、バントね。あー、2点いかれたか。ピリッとやっぱりしないですね。さあ、この回ぐらいまではちょっと頑張って抑えてもらおうかな思ってたんですけどね。ああ、デッドボールか。危ない危ない。さあ、ここで、うん、変えちゃいましょう。こっちも代打ですね。向こうは野中さんで、こっちも長島さん行こうか。あ、関、うん、長島さんでいいや。はい、亀ちゃんもダメね。さあ、久慈さん頑張れ。アウト。4点差のまま9回ですね。タイム。ということで、守備変更。守備固めですね、完全に。
で吉田さんのところに、ピッチャー入れましょうか。で守備交代、長嶋さんのところに新庄さんね。でこうですね。でリリーフはまあ一番無難なのは田村さんかな。まあセーブもつかないですからね。インコース詰まってファール、見逃し。まあ下位打線なんでね、田村さんも楽に投げてるっていう印象かな。うん、ピッチャー変えないね。ルイ出とったらね代打あったんかもしれないですけど、このゲームこの辺がちょっと調整が必要ですよね。はい、ということで今回も圧勝でしたね。ちょっと最後山崎さんバテバテで失点してしまいましたけど、はい、ニュース見てではお別れしましょう。はい、こちら石峰さん9号、大鵬さん6号ね。で巨人、広島巨人は巨人が勝ってマック6号で、ヤクルト横浜は石和久さんですね。で、近鉄オリックスは近鉄が競り勝った、はい、で大英西武は大英ですね、で、日ハムロッテ日本ハムの勝ちですね。ああ、また片岡さんがねいますね。イラブさん4敗目。はい、ということで、スーパー野球道2年目の23試合目でした。ではまた、続きは次回ということで、今回もご視聴ありがとうございました。さよなら。